皆さん、こんにちは。バンコク在住、ワンルームマンション大家、万歳大家のチャンネルをご視聴、ありがとうございます。今日の動画は、緑の丼の名店、スクムビット通り沿い20のクイッティオピーク街、サイナムプンで、お箸で崩れるぐらいに煮込んである、手羽先の入ったタイのお蕎麦を、万歳大家、秘伝のいただき方で味わったです。クッティオピーク街サイナムプン、ここでいただくときはこのピーク街鶏の手羽先が美味しいお店なんですが、まあこのまま食べても美味しいんですけども、実は箸で簡単にちぎれるこのこれあのそのこれなんちゃってこうやってクズクズにするんですね。クズクズグズグズがいいなぁ、なろいなぁ。でこのグズグズのこれをまんべんなくこうあのお出汁にね混ぜるんですよ、グズグズを。そうするとスープの味が全然違うんですよ。今日はいまいちだけど、まあチキンラーメンっぽくなりますよね。インスタントラーメンのチキンラーメンっぽくなるんですよ。ชอบเลี้ยงแมวคนญี่ปุ่นชอบหมาชอบแมวปมเป็นชอบแมวแต่ชอบหมาเยอะๆอ๋อชอบหมาใช่今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。サワン。それじゃあ